今から厚生労働委委員員会会をを開いいいたたししまますすの指導についてご報告をいたします昨日までに大塚晃平君が委員を辞任されその補欠として田村真美君が選任されましたまた本日川田隆平君が委員を辞任されその補欠として須藤元気君が <laughs> 選任されました社会保障及び労働問題等に関する調査を議題といたしますまず 厚生労働行政等の基本施策について、加藤国務大臣から所信を聴取いたします。過去